こんにちは。今日はミシンが、新しく買ったミシンが届いたので、ちょっと開けてどんな感じか見ていきたいと思います。結局ね、このね、シンガーの、ミシンにしました。理由は、そんなに高くない、なんか買いやすい値段だったっていうのと、あと口コミがね結構良かったので、それで一回ね、使ってみて様子見ようかっていうことになりました。じゃあ早速開けていきます。なんか不織布みたいなのついてる。保証書もここについてる。よいしょ。見えるかな。こんな感じです。黒いボディでかっこいいね。うん、いい感じじゃん。ここ取っていい？説明書いてよ。ビニールになんかさ、これで電源つけます。おお、結構明るいね。ほら、ここにさ、なんか試しに不織布みたいについてんの。何だそれ、カバーかな。あ、カバーや。試し塗りのやつじゃなかった、カバーだね。カバーだね。うん、埃とかかからないような、うん、カバーがついてました。なんかいらん布塗ってみていい？早速？うん、ちょっと待って待って、説明書読まんで。あ、そっか。まずボビン巻かなきゃあかんか。なんかさ、いろいろさ、補助キットみたいな入ってるで、ほら。補助金がここに入ってましたよ。補助金。補助品ね。ジグザグ押さえ、ファスナー押さえ、ボタンホール押さえ、ボタン付け押さえ。うん、まあ、これここに入れとくね。うん、私が持ってるやつ使えんやろか、ボビン。やってみる。どうやった？あ、これで上げて、はい、はい、ボビン、これが入ってました。見ていい？うん、大きさ同じだね。うん、いけるわ。入れてみる。じゃあ、ボビンを早速設置してみたいと思います。ここに引っ掛けろって書いてあるやつやな、これ。うん、だいたい引っ掛け方が書いてあるよ、そこに。いいか。
糸こまおさえっていうのがあるんだね。できてるか分からへんけど、一旦これでやってみる。ここか。そこじゃないんじゃない？いや。こうか。これ押さえるやつがあるみたいだよ。なんか、ほら。補助セットなんか入ってない？これか？うん、これやな。これをこうやってセットして、はい、黒に黒だからあれだけど、通りました、うん、ボビンの付け方だけがちょっと心配、はい、で、もう押せばいいだけ。ライトの書き方見たね、うん、ボビンの書き方また見てみる。糸の端、前のやつと同じやね。糸の方向は間違ってるかも、もしかして糸の方向間違ってた。うん、よかったね。よかった、見て、うん、で溝に入れてクイッとして抜き出すみたいな感じやろ、うん、あ、できたか。溝をBにかけ左奥へ出します。Bにかけて溝Bっちゅうところにかからへんな。ここにさ、ここにかけたいんだけどさ、かからんのに。ここにグーって出してんねんな。うん、かかってるやん。かかってる、うん、多分。じゃあこれでいい。じゃあこれで OK。 はい。で、縫い始めのところ、直線縫い、うん、はい。
依頼布のください。あ、じゃあこれとかに塗っていいのね。うん、はい、ハサミ利用したよ。はい、じゃあ早速これ粉布を直線にしてみたいと思います。端っことかで綺麗に塗ってみたら、合わせて大体だけどバーッと広げて、ここら辺は一緒やと思うけど、ここに糸切りとこがあるって、うん、前のもあったよ。はい、じゃあ踏んでみていい、うん、あ、これ今何番になってる。 BAA 直線やな、うん、直線になってます。見えてる？見えてるよ。なんか糸も踏まれてるっぽいけど。返し縫いできるかしら。返し縫いはこの手前のとこじゃない？ここかな。うん、おお、早い早い。で、やめようか。ここでピーして、ここでピー切ります。はい。あ、綺麗にできてんな。うん、大丈夫だね。ほらほらほら、綺麗に縫えましたよ。まーちゃんもやってみ。まーちゃんもやってみ。ワインの動画使うの。おばさんの動画使うの。わかんない。釣れてんの、うん、なんかね、スピードが速結構速かった、うん、あ、ここなのね、後ろ、うん、結構馬力悪くない。うん、本当にあれなんだこれ、足の感覚でスピードが決まるんだね。うん、チラの前つって前違ったやん。うんうん、ゆっくりとか、あのなんぼきつく押してもゆっくりとかやったもんな。そう、見かして、はい、うん、ではなかろうかね。普通によく使えそうじゃん。ちょっとジグザグムシンとかやってみたら、うん、何も。ちょっと太めの針は入ってんの、刺さってんの。ボタンホール縫い方、うん、ファスナー付け、うん、書いてあるね。こういうところ掃除の仕方も書いてあるわ。いいね、こういうところ掃除しなあかんみたいな、ボビンのところさ、うん、あ、ダイヤルで好きなやつ選ぶわけね、うんうんうん、ジグザグとかってこの辺になるところ、うん、B から H、 F くらいかな。ここの場所が前と違うからちょっと慣れるまであれやな、うん、でもいいじゃん。でも綺麗じゃん。綺麗、綺麗に塗ってるよ。見て見て、ジグザグもさ、ほら綺麗にできたよ。ね。うん。良さそうでござる。ね。うん、これでまたミシンのね、ワンピースの続きできるね。うん。ここの穴にあれかな、ここにも糸つけられるのかな。ここの力の入れ加減がまだわかんない。いや、多分さ、あのさ、ポッキーみたいなのがあってさ、これ入れられるのちゃうかな、ここに。
うーん、掃除用具とかなんかいろいろ入ってるね。うん、これ何やろ、なんか使い方よくわかんない金具がある。ここにある、書いてある、三角ドライバー。へえ、これ三角ドライバーなんだ。なんかさ、開けるときに使うんじゃない、そうやな、どっかこの間もさ、こういうやつ、うん、こういうやつじゃん、こやわ、普通のドライバーとかあかんからな。で、これ、この、この、プチってのはここなんか、あ、そうやと思うわ。補助糸立て棒って書いてある。うん、あ、でも書いてあるわ。うん、スタートストップはフットコントローラーで行います。うん、フットコントローラーの踏み加減で見る速度って書いてあるから、うん、やっぱり足の調節でいかなあかんのね、うんうん、今回は。なんか踏みすぎるとブブブブブって言っちゃうよね。びっくり。もうアクセルだね、うん。いいんじゃないでしょうか。うん、いいと思います。はい。ちょっとじゃあ、いっても。はい。こっちのね、縫う方はこんな感じになってます。ここで、ね、ここの、アルファベットのやつをここで調節するっていう感じのシンプルな作りで、でまあ、電気はね、あの蛍光灯っぽいね、白い電気だね。うん、LED じゃない？スピードは自分で足でスピードは調節するみたいです、うん、でそこを返しに行ったね。感じですかね。はい。もう綺麗。綺麗やね。試した感じ悪くなさそうだけど、うん、まだちょっと慣れて、ちゃんと縫えてるね、ほら。うん、はい。ということで、届いたシンガーのミシンの紹介開封動画でした。これね、また使って、いろいろ洋裁や、まあ、袋とか服とかいろいろ作っていきたいと思います。でご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。あ、バイバイの子。バイバーイ。いいミシンだわね。